大丈夫だな。はい、あ、俺アメちゃんの話やったことないっすよ。はさあ、先ほどまで実況だった神ちゃんが変わり出されて、実況はブリードにまたも移りますが、ラムダ戦自信満々にやったことない人言っていますが、そこは神奈川の総大将神園戸が体の強さで何とかしてくれる。開幕青いがダメージを奪っていくボロ、こう戻して、あ、体力リードはラムダの方。ここでクータク、システムが飛んで細かくお互いダメージを奪う。ここまで来てゲージ効率はお互いゴムゴムの状況。さあこれでライチが痛いコンボを決めて一気に逆転。さあ棒を投げて、クータク昇竜は決まっていない。さあガシーが青で通してたまらずバーストは神ちゃん、体力はほぼゴムの状況だが、クータクもつれている。ここでゲッチリ決めていく。このキュウイソン通らない。さあ厳しくなってきた神ちゃん、ここでバーストは使わせる。リカウンを使って下段が飛んできた。先制はゴロ、中段を上げている。さあプラをじわりじわりと削っていく。ツバメは通らず、しかし空対空が通って体力リードは神ちゃん、突っ込んだがボローが冷静さを失わない。ここで痛いのが一発入っているが、さあ決めきれなかったが体力リードは十分。これでもまだない修理だが攻めるラムダ、棒がないのを強気に前へ出る。ゴロ追い詰めて通りかも引っかかって、ゴロ落ち着いている。神ちゃん、あえなく撃沈。